で、実は今、日本書紀の本書いてまして。これはだってほら「万葉集」でしょ、はい。で「日本書紀」をまた書くんですか。それってやっぱり違いますかね、だいぶ中が。だいぶ違います。また、古事記とも違います。そうすると「万はい。葉集」「古事記」「はい。日本書紀」っていうのは日本の歴史を言ってるにもかかわらはい。ず、やっぱりこう観点が違うわけですね。観点が違います。おお、はい。で、ただし同じ時期に出来上がったものなんです。ちょっとおかしいな、それ。本当そうなんですか。はい。同じ時期、ほぼ同じ時期に出来上がって、もともとの出発点も同じところになります。で、万葉集の場合はよく言われるのは、大友のやかもちが最終的に完成させましたというふうに言われるんですけれども、最初に取っかかりをつけて、万葉集って1巻から20巻だったかなまであるんですけども、このうちの1巻から2巻の真ん中辺ぐらいまでをやったのが持統天皇と柿本人麻呂なんです。ジトドにやったんはだ。い。で、持統天皇がそもそもなぜ万葉集を出そうとしたのか。これ「よろずの言の葉の集い」ですよね、「万葉集」と書いそうて。ですね。よろずの言の葉の集い、当時は文字を書くのにあたっては紙がないですから、木簡を使ったんで、木簡に歌を書くわけですね。木札に歌を書くわけです。で、その木にこう歌を載せるわけですから、木から生えてるのと同じですよね。だから木の葉っぱ、文字が木の葉っぱ、よろずの葉っぱ、ってあ、いうそこれとでこで、ういう名前になったんですね。よろずの言の葉の集いという万葉集というものが出来上がるんですけども、もともとですね、持統天皇のお父さん、持統天皇のお父さんが天智天皇じゃないですか。天智天皇のお父さんが除名天皇なんですね。除名天皇の時、はい、除名天皇の時代に、実は天皇の権威というのが非常にこう失われていくんです。その蘇我氏が大変な力を持って、で、お金があれば、財力があれば、国政を壟断することができると。そこもですか。そこもお金の問題になったんそうでですす。ね。ああ、そうですか。蘇我氏っていうのは、もともとその仏像のけんを作ったりとか、仏教建築のことをしていくっていうことで財を成すんですね。で、例えば今でもインチキ宗教がなくて、多宝塔の100均で売ってそうなものがね、1000万円とかで売ってるってあるじゃないですか。ああいうことでもう巨万の富を得て、で、ついに蘇我のイルカあたりは、我こそは帝であるのって言い出すんです。やじてね。帝っていうのはこれ天皇のことですからね。それから蘇我氏の一族のお墓のことを三叉戟という。で、三叉戟っていうのはこれ天皇のお墓のことだけしか使っちゃいけない言葉なんです。それを平気で使う。それから大臣なんかを勝手に任命する。で、皇太子殿下の牛車、つまり乗り物と、蘇我氏の、一族の、なるほど。乗り物が京の都の往来ですれ違いますよね。どっちが道を譲るのかっていそう。れ、そこは譲らないといけませんよね。逆なんです。ほ皇太子殿下が道を避けて、蘇我氏が堂々と往来の方向を通っていく。まあ、それは小気味よかったかもしれないけど、そんな金で財を出して、財を成してね、それでこう血筋が全然ないっていうね。その時に除名天皇が読まれた歌が、馬氏国ぞ大和の国はっていう歌を読んでる。その馬氏国っていうのは、皆さんその美しい国で馬氏っていうふうに言うんですけれども、実は違っていて、令和の令みたいなにちょっと似た字を書くんですね。あ、書けますか。これで馬氏と書きます。本当ですあ、か。馬氏国ぞ大和の国はっていうのが美しい国だと。除名天皇が国見をする。山に登って国を見た時に景色が綺麗だったんで、大和の国は美しい国だなって、万葉集の本、どの本も全部そう訳しそうてるん書いですてけどまも、すけどね。原文はこう書いてます。これで馬氏なんです。これどういう意味なんでしょこの霊という漢字なんですけう。ども、これこの三角の部分が、実は神様の声が上から降ってくるんですね。その上から降ってくる神様の声の前で、よいしょ、かしづいている人の姿なんです。おお、人が座ってるように見こうやっえませてん？ね、こういうふうにね。はい。見えます、見えこうまか。す。はい。へーってやってはる。い。神様の声でかしづく心、立身弁で心ですから。神々の言葉の前にかしづく心で、はい。
でこの立身弁に可能の角が入ってますけど、これがですね、実はあの訓読みがあって面白しっていうんです。これお、はい、面白しっていうのはあの、吉本漫才見てゲラゲラ笑うようなものではなくて、うんうんうん、そういうものはお菓子なんですね。お菓子ね、お菓子の世界、うんうん、面白いっていうのは例えばあのもうボロボロ泣いてしまうような映画とかドラマを見たときに、今日 のドラマ良かったよね、面白かったよねっていう、うんうん、面白いっていうのは実はあの元々日本では感動すると、そう、感動することを言います。つまり神々の前で貸し付く心で人々が感動する心を持てる国だよ、大和の国はと言ってるわけです。どういうことかというと、要するに民衆こそが大事なんだと、うん、一部のその財力を持った大金持ちさんが贅沢三昧をする、うん、権力を振りかざす、そういうこと、そういう国ではなくて、うん、日本っていうのは一般の民衆が神々に貸し付く素直な心を持ち、そして感動することができるっていうのは生活に余裕があるってことですから、うん、だからみんながそれなりにこうさあのきちんとした生活ができる、豊かに安心して安全に暮らすことができる国だよ、大和の国はという歌を読んだわけです。これが万葉集の2番目に乗っかってる歌です。で、その助明天皇のお気持ちを丸ごと受けたのが中大兄皇子。これが後の天智天皇ですよね。親父の考えっていうのはどこまでも民衆の幸せだと。でも蘇我のイルカっていうのはもう自分で帝かなんかに乗ってると、うんてね、もう憲兵族だと、うん、俺は金持ちだと言って威張ってると、うん、いうことで、もうこんなやつ許すことができないと言って、うん、殿中で光玉天皇の目の前で蘇我のイルカの首をバッサリはねるわけです、うんうんはい、でもそれにはやっぱりこういうね、気持ちになられたっていうのはあまりにもね、やっぱりこう蘇我氏が強かったっていうか、あまりにも横暴だったっていうか、はい、でこは金に物を言わせてね、はい、やってたから、いつの時代でも金に物を言わせて何か得られると民衆の心はこうやっぱり萎えていくんですね。そうです、そうです。だからこう本当にこうみんながね、こう平等であるっていうことも、みんなが公平であるっていうことも、こうやって人類が生きていくで言えれば、黒いからダメとか、はい、黄色いからダメとか、白いだからいいとか、ね、そういう人種の差別も含めてね、やっぱなかなかね、一概そこでやられるとあのうまくいかないから、ですからこういうね、やっぱりこうこの万葉集の中にこういうことを書かれたってことは、はい、その時の気持ちがね、はい、やっぱりこう出てるんでしょうね、天皇様のね。で、お父さんが天皇の権威が非常にこう低下していく中にあっても、それでも民衆のことを大切に思っていると、いうことで、息子さんである中大兄皇子が蘇我のイルカをバッサリ切って、で行ったのが大化の改新、高一公民制を引く、つまり民衆こそが大御宝ですよということを国家としての宣言にするわけですね。で、もう強硬に政治を行うわけですけども、ところが残念なことに朝鮮半島で有事があって、で、白すきの絵の戦いで1万人ぐらいの日本の兵隊さんが死んでしまうという事件が起こるわけです。これが白すきの湯の戦いですね、うん、でそうすると当時の日本というのは全国の豪族さんたちから兵隊さんを集めてるわけです。当然豪族の次男坊とか三男坊が一緒に戦いに参加してるわけです。そうなんだ。でそれが朝鮮半島有事ということで出兵して、そこで死んでしまう。そうすると豪族 のお父さんにしてみれば、天皇の言うことを聞いて、で出兵したけれども、結果としてうちの息子がね死んでしまったと、息子の命を返してくれと、税金払うよりも前に、っていう気持ちにやっぱりなるじゃないですか。まあ、それはそれ、これはこれって割り切ってくれる人 もたくさんいたと思いますけども、どうしても人間割り切れない人ってのはやっぱりいるわけですよね。でそれで国がまとまらないで困ったなということで、次に立ち上がるのが天武天皇なんです。天武天皇は弟の大天の皇子なんですけれども、兄貴がやろうとしたことによって兄貴の対する敵対勢力がやっぱり国内に生まれてしまう。この敵対勢力を弟は全部味方につけるんです。すごいね。どうやってやったんだ、裁量あるな。兄貴をやっつけるってことです。あ、兄貴をやっつけるってことになったら、そしたらこの天智天皇をやっつけたい人たちはみんな味方します。そうですね。で兄貴のもとについてる人たち、
つまり、うん、天皇っていうのは大切な存在だと思っている人たちは、うん、天武天皇が天皇になったら、うん、従いますもんね。これで国が一本化しちゃうんです。ああ素晴らしいな。すごいでしょ。これが人心の乱というんですけれども、うん、ただあの天武天皇はあの早くにお亡くなりになっちゃうんですね。うん、で天武天皇の奥さんというのが天智天皇の娘の宇野のさららの姫御子と、うん、後の持統天皇です。持統天皇は女性の天皇なんですけれども、うん、天智天皇にしても天武天皇にしても結局軍を起こすことによって戦を起こすことによって、うん、で国をまとめる、つまりその国家の意向を示すのにあたって征服制圧粛清という手段を用いてしまった、うんうん、でこれによって天下が動くということを、これを国の形にしてしまうと、うん、権力のためには武力を用いて構わないという、そういう国柄が出来上がってしまう、うんまあ当然そうですよね。女性はそれはちょっと好きじゃないんだよね、はい、そこで持統天皇が何をされたかというと、うん、教育と文化によって国民の民度を上げて、うん、二度と争いが起こらないような国を作ろうということを目指されるわけです、うん、それで出来上がったのが万葉集なんです。ああそうなんだ。万葉集は大和言葉を、もともとその大和言葉を記述する方法としては人体文字っていう、また昔古くからの五十音の文字があるわけですね、うん、で人体文字もいろんな種類があるわけです。それを使って記述するということでも全然構わないんです、うん、けれどもそれをあえて人体文字を組み合わせた漢字、うん、これもちょっと初めて聞かれるような方が多いかと思いますけれども、うん、実は漢字ってどうやってできたのかっていうと、漢字ってほら部品でできてるじゃないですか。そうなんですよ。パーツパーツがね、パーツ一緒にこうねやって、やっと意味が分かるっていうか、例えばこう食べるっていう感じ、これ人がですかね、人が良いってことですかね、いや神がじゃくれる、違うな、何でしょう、はい、で食べるっていう感じ、これやっぱり部品からできてますよね、うん、でもこの部品って実はアビルクサ文字っていう人体文字があるんですけども、うん、この人体文字で立ってこう書く、あーありますね。で、へってこう書くんです。ほう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 。で、るってこう書くんです。ほうほうほう。で、これをもうちょっとこう工夫すると、ショック。こうなって、こうなって、こうなりますよね。こうなりますね。で、ショックに似てきましたよ。良いに似てきましたね。はい。で、平和の和っていう感じで、うん、平和の和、これね、うん、これも人体文字で、これが和なんです。うーん、はい、で、これが巣なんです。平和の和って訓読みがカーズって読むでしょ。これでカズ子さんって言うじゃないですか。カズ子さんで、これでカースなんです。人体文字で。どう見ても漢字ってもともと元をたどすと人体文字の組み合わせなんです。人体文字ってのは一番最初にあった文字なんでしょうか、はい、だからこう形で作ったやつかな。もともと鹿骨占いと言いまして、うん、鹿の骨を焼いた時のひび割れのパターンですね。はあ、ひび割れのパターンで、はい、で斜めに割れたらこういう意味、まっすぐ割れたらこういう意味、2本割れたらこういう意味、占いしてましたよね。そうです。その占いの、うん、パターン、占いのそのひび割れをパターン化して、うん、このパターン化したものを50通りに分類してそれぞれに意味を持たせていった、うん、そして一つ一つの音を当てはめていったっていうことで、何万年もかけて成立していったものなんですね。でそれが中国に渡って、中国ではこれを組み合わせて、記号と記号を組み合わせて、で漢字を作っていくということをしていきます、うんうん、でそれを最初にやったのが秦の始皇帝なんですね。で秦の始皇帝が今海運の印鑑なんかで使う転書体っていう非常に難しい書体を開発します。これは記号の組み合わせによって出来上がってます。何でもそうですけども、部品が先にあるから製品ができるんで、部品がなかったら製品できないんですね。だから漢字も漢字で元になる部品が先になくちゃいけないんです。この何らかの部品を組み合わせることによって秦の始皇帝が天書体の文字を作り、でも書記官さんたちは天書体だととにかく文字書くのが大変なんで、うん、もっと簡単にしたいということで出来上がったのが隷書体といわれる書体になります、うんうんうん、で
この隷書体で秦の王国のいろんな記録みたいなものがつけられるようになるんですけども、秦が短期間にこう潰れてしまいますよね、うんうん、でこの時に秦の当時の高官たちとか秦の始皇帝の末裔の人たちが退去して日本にやってきたっていうのが記録されてます。ほう、そして、はい、これが要するに秦って旗っていう字書くじゃないですか、はい、これが旗氏の祖先ですね。これはあの平安時代の新撰小辞録という、この姓を持った人がどういうふうなところから来たかということが中国ですね、書いたものがあって、旗氏っていうのはもともと中国の秦の始皇帝の一族の人たちだっていうことが、これも明確に書かれています。でこの旗っていうのをこの字って旗って読むじゃないですか、うん、旗の字の旗ですもありますよね、旗を、いや旗の旗、うん、こう書いたら、うん、これでたくさんの八っていうのはたくさんの八幡ですね、はい、八幡神社、たくさんの旗の神社という八幡神社、うん、そうすると八幡神社だと旗さんがいっぱいいたから、あの中国から来た人たちの神社になるんですか。彼らはほらあの日本人が持っていなかった武器の使い方を知ってますから。ああそうなんだ、はい、戦争ばっかりやっていたんで、うん、日本人は基本的に武器使わないじゃないですか、うん、もうあの熊とかそのしか使わないんで、うんうん、でそれがあのこう槍を使ったりとか、まあ、戦い方を知ってるということで、うん、武芸の神様というふうになってますよね。あ、やだね、八幡神社はね、はい、で全国に入植をしたんで八幡神社全国至る所にいっぱいいるんですよ、はい、もういっぱいあるんです、はい、一番多いかな。ああそういうことなんですね。だいたい平安時代初期で、うん、人口の3分の1が渡来系の人たちだった。本当にもうそんなに、はい、じゃあもう日本人いっぱい混ざってますね。混ざってる、うん、ただし平安時代が非常に平和な時代として過ごすことができたというのは、うん、これは日本人が明確に日本の文化というものを、うん、持っていて、うん、外国からやってくる人たちがむしろ日本人ちゃんとした日本人になりたいというふうに思ってもらえるだけの強力な文化意識っていうものを日本人の側が持っていたからなんです、うん、その文化意識の根幹になったものが実は持統天皇の教育と文化によって国を作っていこうという、うんうんうん、はい、戦うことではない、うん、で持統天皇 の, その方針っていうのがもう徹底してましてね、うん、若い女性であってもちゃんと漢字を読んだり書いたりすることができる、うん、しかも歌も読むことができるって、うん、ここまでやるんです。だから、はい、あの読めない人が日本にはいないんですよね、はい、でみんな読めるんですよ。これは持統天皇からずっと言ってきた教育の賜物でしょうか。賜物なんです、うん、あの大友の旅人と小島っていう一般の若い女性の歌のやり取りがあるんですね。これあの本当に一般の女性なんです、うん、まあ、今でも巫女さんなんですけれども、うん、その巫女さんがこれから旅に出るという大友の旅人太宰府の長官ですね、うん、そこに歌を送るんですね。ちゃんと漢字で書いて、うん、若い娘さんが漢字で歌を書いて大友の旅人にプレゼントするわけです、うん、一般の女性ですよ。身分から言ったらこんなのと違います、うん、でその一般の女性がそうやって自分の出発にあたって歌を読んでくれたということで、うん、大友の旅人はわざわざ馬を止めて、うん、馬から降りて返事の歌を一首書いて返してあげる、こういうことがあったんですけれども、うん、それもこの本の中に入ってますか、はい、小島っていう女性なんですが、うん、あの普通の一般の女性が文字を書き読み、うん、しかも歌、それを歌にまですることができた、うんうん、どれだけ高い教養を持っていたかっていうことですよね、うんうん、その時の気持ちをね、はい、歌で表すことができるって、それも短くですよね、はい、だからこれは素晴らしいですよね。すごいことです。今我々が和歌一首読むんだけども大変ですよそれをじゃあパッパッとやってしまう、でそういうことができるよ、できるだけの教育と文化、まずはここに日本を再生させるためのヒントがあると。つまり教育と文化っていうものを徹底することによって民度が上がれば自然と争いもなくなる。だから持統天皇はあの晩年ね、地方に行幸された時にやっぱりご皇室に恨み持ってるやついるわけですよ、自分のせがれ殺されたからってことで、でいきなり宿所を泊まってるところを襲われて、で弓矢の矢がですね太ももに刺さって大怪我するんですね。これが可能してた、もうあのもう死んでしまうぐらいまで大変な状態にまで追い詰められたりするんです、うん、でも持統天皇はそれを発表しないんです。あ、黙っていなさいって、気持ちはよくわかると、うん、そうやって弓を痛くなってしまう気持ちもよくわかると、
でもそういう人たちの心も教育と文化によって必ず同じ日本の回復することができる。持統天皇って偉大な天皇です。それはね、あの女性天皇だからって言ってね、割と軽んじられるかもしれないんですけど、やっぱり根本的なところの考えがね、あの女性はやっぱ力がそれほど男性よりかないのでね、それをこう制覇するっていう形にはなれないんですよ。でもその中でこう誰ももう どの子も受け入れていこうじゃないかっていう気持ちは女性の方が多いと思うんですよ。っていうのはこう、私も子供2人産みましたけど、まあ、この子もこの子もいいとこと悪いとこはもちろんあるんだが、それぞれ違ってね、はい、だけどもいいとこを見てあげれば、この子この子も劣ることころがなくいいんですよ。で、特徴があるんですね。で、この子にもこの子にも同じようなものを食べさせてあげたい、で、この子のこの子にも同じような教育もしてあげたいと思うんですね、はい、だけどお父さんはこっちの方が頭いいから、こっちはそのそういう大学も行かせたらいいけど、こっちは頭がよろしくないから大学院なんか行く必要もないし、大学も行かなくていいんじゃないかみたいなね、それを言われると娘がやっぱりすごい悲しいんですよね。だからそういうところをね、こうお母さんとしてはね、いやもうお母さんのお金出してでも出してあげるからって、こういうふうなね感じでもうやってきましたけどね。だからこれはね、男とは違うところなんですよ。どの子も可愛いの。どの子もいい。まあ、男もどの子も可愛いですからね。もちろんね。ただあのやっぱり男性と女性が違うって、これ実験でもあって、うん、あの僕これ動物実験なんですけども、オスとメスって全然違っていて、ネズミの実験でね、うん、そのメスのネズミが産んだ子供を箱の中で別なネズミの子供と取り替えるんです。うん、そうすると面倒は見るんだけど、やっぱり自分の子供ではないっていう。分かるんですね、露骨にそういう態度を取るんだそうですね、うん、で、ところがオスの場合は、うん、子供取り調べても全然気が付かないまあそれはその意味でこういいところもあるんでしょうけどね。男にとってはオスにとっては全てのオスは敵ですからメスならいいってまあね、だからちなみにですね、あの男性と女性については非常にあのこの時代のね、あの、万葉の時代から続いている日本の文化で面白いところがあるんですけれども、うん、神社に行って御神楽を奉納するじゃないですか、うん、ええ、しますね。御神楽を奉納するときに女性の巫女さんが舞う舞と、はい、あの少し高いものになると男性が舞ってくれる舞がありますよね。ありますよね。で、実はあれ全く意味が違うんです。もともと神様と直接対話できるのは女性だけに与えられた特権だっていうのが我が国の文化なんです、うんうん、これは雨の渦辺の御事からスタートしたんです。ああ、そこからですか、はい、雨の渦辺の御事っていうのは天照大神様から直接お言葉をいただき、うん、それを八百万の神に伝える、うん、そして八百万の神々の声を聞いて、うん、それを天照大神様にお伝えするっていうのが、うん、雨の渦辺のお役目です、うん、で、雨の渦辺っていうのは女性ですから、うん、つまり神様と直接お話しできるのは女性だけだっていうのが、これ日本の決まりなんです、うん、からで、おひた様なんかでも一番上に帯なとベビナがあって、二段目はやっぱりあの女性ですよね、うん、男性ずっと下の方ですよね、はい、これまあそういうふうな習慣があるんですが、神社におけるお神楽もそうでして、女性の巫女さんが舞う舞お神楽というのは全て神様に捧げるための舞です、うんうん、だからあくまでも神様に対してお舞を捧げる、うんうん、で、男性の舞っていうのはそうではなくて、男性は神様と直接対話できないので、うん、集まっていただいたお客様に向けて、うん、この神様はこういう偉大な神様ですよということをお伝えする舞を舞います、うん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 、お神楽の意味が全然違うんです。神様に捧げる舞なのか、皆さんに意味を説明する舞なのか、うん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 、はい、男性の舞と女性の舞でこれだけ大きな違いがある、うん、つまり女性だけが神様と直接つながることができる、うん、はい、神様と直接つながることができるから女性だけが子供を産むことができる、うん、波乱もわけですからね、はい、うん、でも女性だけでは子供を産むことができない。ただそれは男性、まあ、これちょっとあの、まあ、聞いてらっしゃるお聞きになる方によってはこう抵抗されるかも、方多いのかも分かりませんけども、男性はたまたまで玉を作って、うん、それを女性の体内に入れると、うんうん、はい、で玉というのはこう魂の玉なんだから、だからそれはないといけませんからね、はい、うん、そうですね、はい、だから男系天皇というのはそこから来るわけですね、うん、男性の魂が女性の体内に入ることによって初めて赤ちゃんになるわけだから、うんうん、つまり
この赤ちゃんが持っている魂っていうのは男性のたまたまで作られた魂ですから、うんうんうん、つまりアマテラス大神様から連綿と続く霊統を維持するためには、うん、魂の霊統を維持するためにはこれは男性の系列でなくちゃいけない、これが男系天皇ということの意味になりますね、うんうん、はい、要するに魂、火の存在と身の存在っていうものを分けて考える、うん、女性は身の存在ですけども身の存在であるがゆえに神々と直接つながることができる、うん、男性は火の存在ではあるんですけども火の存在であるがゆえに身を子にして働かなければいけない男性の役割だということになっている、非常に面白い考え方をしてますね、うんうんうん、でこれはでもこれ今聞いてらっしゃる皆さんも実際にこう無意識のうちにやってらっしゃることでもあるんです、うん、神社に行って参拝するときに、まあ、こういう神棚でもそうですけども二礼二拍一礼するじゃないですか、はい、初めに二礼した後に次二拍しますよね、はい、この時に右手を左手の第一関節までちょっと下げるんですね、下げますね、はい、でこれでポンポンとやって戻してやって一礼して終わりますけども、はい、これは左と右で火が神様と対話するのは自分の火、うん、火っていうのは霊、心霊現象の霊という字を書いて火なんですけども、うん、火を前に出す、うん、神様というそのご神体と我が自分が持っているその霊体、火が対話するんだって、うん、身が対話するわけではない、うん、だから身をちょっと引く、右手をちょっと引く、で火を前に出して、で火に自分の火と神様とで対話をしていただく、でそのままの状態で帰ってしまったら身と火がバラバラの状態になっちゃいますんで、うん、ちゃんと元に戻して、ね、で一礼してで帰るっていう、まあ、そういうふうな、うん、ごく普通にこれは行われる、うん、はい、で昔はですねそういうことが数詞で教えられたんですね、ひふみよひむなかにあこと、はい、からちゃんと 1,2,3,4,5,6 という数え数詞があるにもかかわらず、うん、あるいは実際に計算するときには 1,2,3,4,1+1 はって計算して引いたす引いはなんて計算しないですよね、うん、にもかかわらず最初に教えられる数字がなぜひふみよいつも7だったのかというと、うん、そこにはやっぱりただの数字ではない深い教えがあるからだったんですよね、うんうん、ひふみっていうのは火から生まれる身、うん、火っていうのは霊、霊体のことですね、火から生まれる身、だから何事も火が先だよ身が後だよって、まあ、これはもう先生の場合だと社会人説法になっちゃいますけども、でそういうふうな基本的なその理念を共有させていく、つまり人間というのは身だけの存在ではない、身がたとえ泥にも入れていようが、あるいは身がどんなに贅沢をしていようが大切なのは火なんだよ、魂なんだよっていうことになってくると、魂の前では嘘つけないじゃないですか、つけないんですよ、はい、みんなが真面目に生きようとする、そうそうそう、こういう文化を日本に完全に定着させていこうっていうことで、それを文化運動にまで高められたのが持統天皇であり、うん、その持統天皇によって作られたのがこの万葉集なんです、うん、だからこそ日本がね外から来るとなんか光り輝いて見えるっていうんですよ、はい、ね、決してね金持ちじゃなかった当時、はい、だけどみんながね非常に幸せそうだったと、うん、っていうふうにね海外の方々が江戸時代来た人たちが書いてるんですよ。でそれ見ると何が幸せだったか、心が魂が幸せだったのかなと思って、はい、それは持統天皇からなされてるわけですよね。でこういうこの魂の喜びということを日本人はよく知ってるんだけど、外国の方々っていうのはあまりそれを知らないんですよ。ですから魂が嫌がることはしないでおこうと思うじゃないですか、うん、私たちは。でも平気でできるんですよ。あんま魂のことがあんま考えない、自分が我がことがどうかってことばかり考えるから。だけどこうなんかね、例えばこううちなんかも加工して食品作るじゃないですか。その中にこうまあね、人工甘味料とか防腐剤とか入れたらね、魂が嫌なんですよ。うん、だってこれカルマになるしね、みんな病気になるじゃない。だからこうまずこう第一に農業やるには安心安全なものを作って、はい、素材が安心安全だから加工する時にも安心安全、はい、でプラスこれに栄養、人々がどんどん食べて育っていってくれたらいいとね、そういうふうにこう心と、この体の栄養もある食べ物を作りたいってこう思うわけですよね、はい、でそれは魂から来る気持ちなんですよ。でそれはもちろんね、
心がちょっと金持ちになりたいなとか思うなら、それだけもう長い間持つね、防腐剤入れればね、本当に3ヶ月も持つわけですから、賞味期限も長いじゃないですか。でも心でそうやって金持ちになりたいわ、自分有名になりたいやって思う心をいさめるものが魂というのがおるんですよ。でこれがトラコそうじゃないよねって、君が本当に喜ぶことはこれかいって、やっぱいつもこう会話するんですわ、心と魂がね。で会話するとやっぱ魂が勝つんですよ、必ず。やっぱりトラコ先生がやっぱり優れていらっしゃる。そう、多分ね、はい、女だからじゃないかなと思うんだけど、あ、まあ、もちろん男性もね、はい、現代社会においてこういろいろこうね、この競争世界でね、うん、それこう勝ち抜かなきゃいけないってあるのかもしれないけども、男性の中でもやっぱりそういうふうにこう魂のことをね考えないで生きてる人がいるんですね。だから金がいっぱいあるけど、うん、わざわざ魂が死んでるっていう患者さんがいましたから、あ、はいはい、男性の方が、うん、だからそこなんですよって。うん、本当大根のヘタでもねもったいなくて、それをこうまた刻んで塩漬けにして食べるぐらいのね、これが喜び。それ大根植えたからね、あなたこれをね皮なんか捨ててなるものかと思うよねって、だから今日も農業やんなさいってこう、うん、その人に言いましたよ。でやってます、農地買って、だってお金あるんだもん、自慢もあるんだもん、お金持ちだから。だからそういうのでこう魂の喜びが出てきた人がいました、はい、でそしたらもったいなくてね、はい、もうそんなことか食べいて、大根で下手かいみたいなこういう顔じゃなくて、大根ができましてねって、大事に大事に持ってくるような、そんな人間に変わっていったんですよ。やっぱ農業ってすごいなとまた思うんですよ。そうですよね、ここにもこう教えがあるなと思って、はい、ただ先ほど聞いたのは持統天皇がね、その文化と教育っていうものに対してすごく力を入れたっていうのはね、ものすごい私も分かるの。うちね、15年ぐらい前から社員全員でね、朝に15分以上祝詞と般若心経をやってんですよ、はいはいはい、でみんなで座ってね、足もしびれるけど、で夜には30分やるわけですよ。それを社員全員がやっとんですよ。でもそういうことをやらせ始めると、やっぱりこう手を合わせるってこと、そうするとこう、その何のために手を合わせるかっていうことも分かるようになるし、そして自分が魂が喜ばないことをしたくないって気持ちも分かるようになるし、でこの会社は人類のために、ね、大切な会社だってことも分かるようになってくるの、だんだんね手を合わせてると。でそれをやってよかったなって思ってるわけ。これもね、最初はね抵抗あったのよ。でもだん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 来るんだね。だってこれこの分ほらお金払うわけじゃないから、15分と30分の間だ、関係ないんだもん、やりたい人やりなさいって、はい、でもそれっていうのは魂の教育だなって思ってるんですね。でこれは子供たちにも伝えていきたいのね。うん、それ大事なことなんですよ。だからよくそうそう、芥川龍之介がね、うん、バテレンさんが来てね、であのあれを持ってくるわけですよ、宗教をね。そしてこう、まあそういうキリスト教を持ってた時にね、でそのキリスト教の牧師さんとはしゃべってるんですね。それそういう物語なんだけど、でその物語読んだら、そしたらそこのこうね、芥川龍之介作家がこう言わせてるんですよ、その主人公に。気をつけ遊ばせって、この国に来たらね、そのキリスト教も日本風なキリスト教になりますよって。だからあなたが思うようなキリストではありませんよって。私本当ね、いろんなもの入ってきましたでしょ、天ぷらでもカステラでも。でも全部ね、本当に日本人が好きなような形に変わってるし、はい、天ぷらもね、今じゃ日本のものになっちゃってるし、うん、なんかね、やっぱり日本っていうところ来ると、この持統天皇の影響だな、文化がここに入り、教育が入り、より良いものができるっていうなるなと思いました。そう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 、みんなで工夫してね。で万葉集もだから、一部の貴族とか一部のその教育者たちが名前を連ねて歌を読むんではなくて、一般の庶民がね、そのちゃんと歌を読む、それも全部乗っけましょうと。この考え方っていうのはやっぱりね、女性の天皇ならではだと思いますね。だと思いますね。これは人丸と、まあ、共同で、まあ、実際に作業してるのは人丸ですけれども、人丸の考えっていうよりもやっぱり持統天皇のご意向が強く働いた。素晴らしいですね。だけどもこの天皇さんは天皇の玉が入ってる、持統天皇女性なんだけど、はい、天皇の玉が入っている、天皇なんですよ、はい、
でこういう天皇なら女性でもいいんですよね。男系女子ですね。そうですよ、天智天皇の娘ですから。そうです、はい、で実はのその持統天皇の歌御声もですねこの本の中で紹介させていただいたんですけども、うん、燃ゆる火も取りて包みて袋にはいるとは言わずはもちろん奥もっていうねこういう歌があるんです。これどの本をご覧いただいてもいいんですけども、燃ゆる火、燃えてる火を取って包んで袋に入れることができるというではないかと、うんうん、だってこれ夫の天武天皇がお亡くなりになられた時の国別式の席上で持統天皇が読まれた歌だってちゃんと書いてあるんですね、うんうん、で燃えてる炎だって取って包んで袋に入れるということができるというではないかと、うん、できるわけないですよね、袋燃えちゃいますよね、うん、だったらお前たち死んだ夫の魂を取り戻してこいとはもうでもう持統天皇というのはもう鼻持ちならない女帝であったっていう持統天皇女帝説ってあるじゃないですか、うん、あるんですよ。その根拠になってるのが実はその歌なんです、持統天皇の御声なんです、うん、でも実際には歌をちゃんと読み解いていきますとね、燃えてる炎をあなたの祭壇に捧げました、燃えてる炎を取って包んで大切に祭壇に捧げました、燃える火も取り出すみたいで袋にはっていうのはこれ別に紙の袋じゃなくて、うん、人が通る袋、うん、お祈りを捧げて帰りますよね、うんうん、この袋にも埃が立ちますから水をまきました、うん、あなたは男雲のような偉大な天皇でした、うん、でこういう歌なんです。まあ解釈がね持統天皇が燃えてる炎をだって袋に入れることができると言うじゃないかと、そんなもん誰も言わないですよ、そんなもん、うん袋に入らないです、当時の袋は布か紙ですから。そうすると万葉集はやっぱりこう安易な浅い考えで解釈されてしまってるというところで、はい、根津さんがこれを憂いてもう一回やって直していこうと、はい、そしてこういうことを直すことによってまたより日本人のいわゆる尊厳といいますか、でどういう民族であったのかっていうのがここからもうすごくわかるし、ここから出発しててこうもう文章で書いてるのはここからですからね、だからやっぱりそういうのが残っていくっていうものをこの万葉集を読んでいけばまた私たちが尊厳を取り戻すことができるということですね、はい、今国内で売られてる万葉集の本って基本的に2種類しかないんですね。相場的にもうとにかく歌をたくさん全部で4500首ありますから、その4500首の中からできるだけたくさんの歌を載っけました、うん、でじゃあその歌の意味はどういう意味なんですかってさあ分かりませんってとにかく歌載っけてますっていうね、こういう本か、あるいはもう万葉集のに載っかってる歌ってのはろくな歌がないと、もう男女関係のぐちゃぐちゃだとか、うん、そう取っちゃったからね、そう解釈したかった人がいたいるってことですよ。もうその持統天皇っていうのは強権発動で鼻持ちならない朝廷だったとか、うん、そういうふうにもう内容を貶めるようなことを書いたもの、うん、この2種類しかないです。そういうその学者さんたちがねまたこう傀儡だったりしてね、なんかこうやってそういうふうにと書いて日本を落とし込めるような書き方してくださいよって言われている人もいると思うんですよ。ですけどまたはその理解できなかったのもあるでしょうし、その時代のこう背景を知らないといけない。で私たちもこうホメオパシーっていうのやってんだけど、ハネマンさんが書いたのは250年前なわけですよ、うん、そういうところにやっぱりね歴史の時の250年前のドイツっていうのはもうまだドイツはできてなかったような時代ですから、その中でねハネマンが書いた文章なわけでしょ。で歴史背景もしっかり見て、そこの文化もしっかり見て、でそういう時のこう流行りもしっかり見て、初めてその、そうそうそうハネマンがホメオパシーで書いたものをね、はい、理解できるはずなんですよ。でそのバックグラウンドをねしっかり知らないで訳すとすごい変なことなんですよ。なぜかとすごい高慢ちくなねおっちゃんになっちゃうんですよ。そうでこだからそんな高慢ちくじゃないんですよ。事実を言ってるだけなんだけど、やっぱりこうそうなって、ですからこうそういうこう現に250年前のドイツはどうだったかってこう知ってる方がねそこを解釈してや言語から訳してもらったんですよ。そしたら違ったんですよ。でしょ。全然違ったんです。でそれで私も救われたかなって、ホメオパシーをもう一回ね、うん、やる気になったし、そんなこうみんなが言うようなハネマンっていうのはこうお医者さんをバカにしやがって、でこうそういう医療っていうのもこう台無しにしたようなそんな男ではないんですよ。非常にこうねみんなのこう、ね、健康を憂い、
また本当の健康は何かってことを考え、一生懸命こうもっともっと体に害にならない生薬はどこにあるかと尋ねて、またそれを作っていって希釈浸透すれば原物質がないからパターンだけになる、エネルギーだけになるから、子供でも赤ちゃんでも妊婦さんでも取れるんだと、こんなに体に優しいものはないっていうのを作り上げてくれたわけですよ。だそれはやっぱり歴史背景を知らないと鼻持ちにならないんですよね。オーガンなんとか読むと本当になんか偉そうに訳されてるんで、なんかそれはよくわかります。そうですね、だから結局その読む人の魂が歪んでしまっていたら、うん、そう取っちゃう、そう取ってしまうんですよね、うん、でまたそれに影響されてしまうという残念な人たちもたくさん現れてしまう。そうすると人を返せば返すほどその人なりの解釈になっちゃうから、そしたらこうブッダはこう言ったって言いながら、こうもうブッダは死んでからも2000年以上経ってこう本当にこれ言ったのみたいな、ね、そんな文章になっちゃいましたね。ブッダの教えはオウム真理教になっちゃうんですよね。だからおかしいでしょそれ。だからまあこの本ではもう最初の原文に返って、うん、で当時の時代背景も、ちゃんと見ながらそれをもう一回再解釈しようと、うん、今書いてる日本書紀も全く同じで、うん、原文に立ち返って、うん、ただ日本書紀の原文を全部、これまた長いんでね、うん、全部紹介するわけにいかないんで、うん、まあ、その中で抜粋で、うん、まあ、美味しいとこ取りで、あ今日みたいですね、美味しいとこ取りで、ね、私はもう今日本当に2時間ちょっと経ちました。もう3時間経つかな、こうやって姉さんとねちょっとそんなに経ちましたか、はい、話させていただいて非常に本当にこうね、私たちが考えてることはどうすればね、日本人が自分自身を罪悪感ならずにね、こうやって素晴らしい国に生まれて、そして素晴らしい魂を持ち、神様仏様と一緒に生きているんだってこと、自然を大事にして、水を大事にして、海を大事にして、子供らを大事にしてね、自分自身も大事にして生きている民族だったっていうことを伝えたくて今日ねわざわざ来ていただいたんです。でも本当に姉さんやってる仕事というのがね、これはとてもね大事な神様からの縁があった仕事だと思いますので、今後とも続けていらっしゃって、はい、体を大事にしていただきたいと心が願っております。はい、本日はどうもありがとうございました。最後何か言う言葉ないでしょうか。いや、日本は災害対策国家として、国を形成してきたという歴史を持っている。いざという時のために、これは一般の個人でも、個人も行政も国家も全て、いざという時のために日頃から備えていくという、これを大切にしていきたいと思う。そのいざという時というのは、病気になってからでは遅い、あるいはもう有害なものがいっぱい入っている食べ物をたくさん食べて、で体自体が有害なものになってしまってからでは遅い。そこでもう転ばぬ先の杖と言いますけども、それは早い段階から本当に根っこのところから原点に帰って、もう一度あらゆることをね見直していくということができたらいいなというふうに思います。今日本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。